結局酸性に傾いてくるんで体を弱アルカリ性にするために、うん、体内のカルシウムを溶け出してこうバランス取るようにするじゃないですか、うんうんうん、でよく昔ねあのなんですかカルシウム不足はイライラするとかっていうで僕はそれ信じてますけど、うん、そんなことからないよって人もいるんですけど、うんうん、で結局精神障害ねその砂糖を取ると精神障害っていうのは、うん多分カルシウムの関係もあって、うん、それで溶け出して、うん、それでカルシウム不足になって、うん、でイライラするとか、うん、精神障害が起きるとか、うん、凶暴になるとかね、うん、よく最近言われるんですけどよく昔ね切れる切れるとかってね、うん、そういうのも多分砂糖の取りすぎってことは可能性はあるのかもしれませんけど、うん、多分カルシウムの関係もあるんじゃないかなと、うん、結局ミネラルが不足しちゃうもんでそれに輪をかけて糖分取りすぎるともっとそれがミネラル不足に偏っていっちゃうんだろうね。ただミネラルの不足はわからないみたいですね。ビタミンはよくわかるじゃない。よく昔今言わないですけど、うんうん、かっけとかね、うんうん、もうすぐね、うんうん、パーンとかでポンってなるとかならないとかする調べて、うんうん、ああ、あなた何々ビタミンが欠乏してますよとかって言われてね、うんうん、これ飲みなさいとかすぐ分かったんですけど、うん、ミネラルの不足は調べることが不可能だっていう人もいます、うん、でこの間言ってたのが、うん、必須脂肪酸っていうのとね、うんうん、必須アミノ酸っていうのがあるんですよ、うんうん、でも必須ブドウ糖とかねないね必須糖質っていうのがないんです、聞いたことない、ね、だからそれはそのアミノ酸で合成できるんだって書いてありましたよね、うん、取らなくても糖質をだから糖質はいらないんだっていう考え方があるんですけど、うんまあ、本当かどうかは知りませんけれども、うん、結局自分の体の中で合成できるものと、うん合成ができないけど必要なんで必ず取り入れてくださいっていうものがあるわけですね食べるものの中には、うんうんうん、でその必須なんとか必須脂肪酸とかね必須なんとかっていうその必須っていうのがやっぱないと人間は生きていけないぞと、うん、でそれはみんな動物ね犬はの必須はこれで猫の必須はこれとかっていうことがあるわけじゃないですかね、うん、だからキャットフードにはこの栄養分が入ってるけど、うん、ドッグフードに入ってないとかね、うんね、毒フード犬には毒フードあげてもいいけどキャットフードあげちゃダメだとかっていうのはその栄養素の問題ですよね味とかの問題じゃなくて、うんね、だから糖質はなるべく取るなっていうのはそこから来てるし、うん、基本糖分取らなくても生きていけるんだよねなんでしょうね炭水化物だからさエネルギーに変えられない 糖質はさ細胞に取り込めないわけだから、うん、無意味だよねでも過剰になると脂質として体の体内にその油として蓄えちゃう可能性がありますからどんどん太ってちゃうでしょそう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 メリットもないんでしょうから、うん、メリットないねなかなか難しいんですよねそこまで言ってくるとね、うん、何を信用していいのか分かりませんから、うん、でも体にとってやっぱり必要なものっていうのはあのレアメタル希少金属亜鉛とか亜鉛はやっぱ取らないとダメだし必要だよねやっぱりねかぼちゃの種とかねバクバクっていった種とかそのナッツ類がやっぱり必要なんだよ ねやっぱりねでやっぱ油ですねうん相当すごいですね、うん、でさっきも言ったようにそのアーモンドの油調べたら、うん、これが美白効果があるって分かってました毎日食ってるよ俺めちゃくちゃ食ってるよラーモンド食ってですねもうね油もね体中に塗りたくってもらうとです、ね、アーモンド1日何十個食ってんだろう俺いいんじゃないですか相当美白効果、ね、相当食ってるけど美白になってるのかななってると思うなってるシミとかシワとかなくなってくる可能性がありますね。でレーズンもいっぱい食ってる。あいいね、無農薬レーズンと書いてあるんですよ。演習なんだ。ありがとう。そうですね、ナッツね今ねあの10キロ単位でいつも買ってるんですよ。ちょっとピーナッツとか売ってください。ピーナッツやそのアーモンドとかここで。アーモンドね小分けにして1キロ1キロのをあの瓶に入れて。食卓にいつも置いてあるんですよ飯食う前にこう食べて飯食った後にまた食べてるんですよそうだボリ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 食ってるんですよここで販売してくださいよ販売小分けして、うん、まあ1キロごと買うとね最初俺試しに1キロ買ったんだよそのナッツのおろしでそうすると送料かかっちゃうもんで結果的にはやっぱり1000、まあ、2000円近くかかっちゃうけどね最初試しに買ってみてあここだったらいいかなと思って次回からは10キロっていうかまあ実はアーモンドだけじゃなくてレーズンもそうだっててレーズンとかもっといろんな面白いの売ってるわけよ、そこにも置いといたけどあのジャンボ
ジャンボコーン、これジャイアントコーン、ジャイアントコーン、はいはい、置いてある。あるんですか、うん、今あるんですか。 なんでそこにあるかっていうと、ちょっと添加物があったもんで、あれプレゼントで送ってきたもんで、あ、これ食えねえと思ってここに置いてきたんで。あと食べますよ、ジャイアント。すいません、みんなにそういうものを壊して。わかんないんで、みんなこの人たちわかんないんですよ、うん、そう、うちは、まあ、あれなんでバカみたいにバカ食っちゃいますか。うちは無添加で無農薬で、あまり入ってなくて、原産国が中国以外だったら普通に食べるんだけど。